江南国に朱雀の巫女宮家様と朱雀七星子が揃ったのでございます。皇帝ほとこりは宮家様への思いを忘却できずにおりました。宮家様は玉褒めを愛していることを知っていたのでございます。余はこれより朱雀召喚の儀を行う。即刻支度せよ。こうして宮廷の朱雀廟にて朱雀召喚の儀が行われようとしておりました。朱雀神召喚の儀の失敗を予測する謎の少年ドー君、江南国の宮廷の前に立つ。皆よいか。巫女が祝詞を唱え始めたら七星は全員気を整え無になるのだ。ちゅうことは完全無防備状態か。こんな時に襲われでもしたらひとたまりもないわね。大丈夫なのだ、ミヤカちゃん。オイラが言うことを反復するのだ。祈りを。もうすぐこの炎の中から朱雀が現れる。もう迷ってなんかいられない。私ユウちゃんも玉褒めも大好きだもん。自分の気持ちに嘘つけない。一つこの江南国を守って、この国の人たちや七星子を幸せにしてください。二つユウちゃんを取り戻して、二人が受験に合格できる力をください。三つどんな形でもいい、玉褒めと一緒にいたい。一つ目のお願いで特に塗り子を幸せにしてやってください。後が怖いから。宮家ちゃん始めるのだ。地宮の天と四方の地、深き法と神と善をもって南方守護の朱雀を御に告げたま、我今この言葉をなす。七福天より地に源図は御身を渇望す。地上のためのゆえここにおいてもろもろの悪を滅し、その神力で我らを供すべし。ただ願うくはこれを聞け。天より我がもとへ降り立ちたまえ。なぜだ、何も出てこないぞ。失敗したんだよ、あんたたちは。朱雀はもう呼び出せない。ちりこ、あなた。
僕が何のためにいつも笛を吹いていたか、わかりますか、宮川さん。この笛の音、体に応えるでしょう。あなた方にいつも聞かせていたのは、この時のため、少しずつ僕の気を送り込んでたんですよ。あの時殺した男は利用するために俺と一緒に不凍国から送り込まれたんだ。あいつには悪かったけどね。あんたたちを信用させるためさ。そしてあの時全ては今日こうやってあんたたちに術をかけるために聞かせていたんだ。チリコの入れ墨にもまんまと騙されて、あんたたち人が良すぎたのが欠点だったね。でももう終わり。てめえまさか聖龍のレカシエ。聖龍七星が一人網星。はあ、これが別婚の曲。どう防ぎきれない、殺される。宮川、よせ、宮川。くそ、音を防ぐ方法はないのか。やめて、かすかに何か別の音色が。この歌、音波が崩れる。バカな、あんな音色で俺の術が破れるとは。出やがった。逃がすか。待って、二人とも。父、私を連れて三人を追って。わかったのだ。待ちやがれ。レッカー。シーン。すまん、タマ。わざとやねん。船を、早く船を出して。今日は無理だよ。ここんとこの大雨で川が増水してさ、昨日から何人か流されて死んだんだよ。もう逃げられねえぜ。網星とか言ったな。聖龍出征者はお前と中子以外にも集まってきてんのか。こんな奴問答無用じゃ。仲間やと思うとったのに、よくも騙しよって。タマホメ、タスキ、戦っちゃダメ。
ミヤカー、やめてチリコ、これ以上人を傷つけないで。その笛であんなに綺麗な音色吹けるんじゃない。励ましたり安らぎを与えたりできる人じゃない。あなただって人を傷つけるために吹きたくなんかないはずだよ。兄貴の気が消えた。何も感じない。やられた。朱雀七星に。そんな、兄貴、兄貴！ミヤカ、どうしたの？あの子は。川に落ちて、あの急流じゃ、まず助からぬ。あの子が青龍七星子だったとはね。死んでよかったとは言えぬ。チリコが偽物だと気づかなかった我々が甘すぎたのだ。なんでですか！あんな奴死んでよかったんですよ！自業自得やないですか！あいつは死んで当然！そんな風に言わないでよ！敵かもしれないけど、根っからの悪い子じゃなかったわ。悪い人が、あんな美しい音色の笛、吹けるはずがない。僕もそう思います。え？こら！なんだお前！待てー！音を防ぎきれた。この草笛の音で彼の曲の波動を惑わせました。それに彼の気に少しですが乱れがあったので。なんだこの歌、音波が崩れる。バカだ、あんな音色で俺の術が破れるとは。あなたの名前は？何？じゃ、お前が？はい、王道君。七星子名はチリコと申します。本物のチリコ？どうしてここに？科挙の受験勉強中だったのですが。受験？それも、科挙って何？優れた役人を選ぶための試験よ。君、その若さで役人になるつもりだったの？はい。そういえば、少子の際。え？少子って？科挙の二次試験のことよ。二次試験もあんの？科挙ってすげえ難しいんだってな。俺が知るか！おお、若干13歳で最高成績を上げた者がいると、
陸武将より聞いていたが、そなたであったか。はい。皆様の星に今日が現れていたので。これは。スザク七星に不穏な動きが。まだ火が燃えている。今だったら間に合うかもしれない。アミボシさよなら。みんな一か八かだよ。ともかく祈ってみよう。神を呼び出す儀式に失敗しておきながら、スザクの巫女、お前は七聖子を集め損ねた。もう手遅れじゃ。手遅れ。もう永久にスザクは呼び出せぬわ。永久に。わしがせっかく鏡をやって七聖子探しを手助けしてやったというのに。失敗。手遅れ。詩人天地書もくべてしまった以上、もう手立てはないわ。愚か者め。おいババア、そこまで言うことはねえだろ。ミヤカだって一生懸命やってきたんだ。それを誰がババアだと。誰が。いえ、ですからそれは違うよ、玉褒め。私悔しいんだ。ミヤカ、願い事が叶わない以上に、この時のためにスザクを呼び出すためにどれだけの人が傷ついたの。ユイちゃんやショウカさんやアミボシだって、タマホメだって、ホトホリだって、ノリコだって、チチリだって、ミツカケだって、タスキだって、どれだけ大変な目にあったか。なのに私はミコとしてスザクを呼び出すことができなかったんだ。私は自分の責任を果たせなかった。それが悔しい。ミヤカ、お主も少しは成長したようじゃな。スザクを呼び出す方法は他にないこともないがね。え、本当ですか。なんだ、それを早く言えよ、クソババ。クソババ。絶対つけ。スザクの巫女よ。これまでとは比べ物にならぬきつい試練となるのだぞ。それでもよいのか。はい。これまで以上に巫女と七聖子の結束が強くなくては達成できぬのだ。よほどの覚悟をせねばならぬぞ。それでもよいか。耐えられるか。やります。今まで傷ついた人、励ましてくれた人のためにも。私はスザクの巫女なんだから。スザクの巫女、太一くんに力強く誓う心に一点の陰りもなく、七聖子、その美しさをただ見つめ。よろしい、では教えよう。まず北方にある北韓国玄武の国に行くがよい。その国に奉納されておる神座法と呼ばれるものを手に入れるのじゃ。玄武の国。
誰かを探してるんだ。恋の相手かな。目が合った瞬間、でもそれは私で、嘘よ嘘、あなたかけてくる。強い決意を胸に秘め、北韓の地へ赴かんとする宮家様。その決意は同時に由衣様と、そして玉褒めとの決別を意味するものだったのです。宮家様は朱雀の巫女の定めに戸惑いながらも、準ずる覚悟を決めました。次回、愛されて悲しくて、運命に翻弄される愛と友情。